母子草は、菊花母子草族の越年草である。道端や畑などに見られる小型の草で、全体が白い綿毛に包まれていて白っぽく見え、葉は細いヘラ形で、春から初夏に細かい黄色い花を密に咲かせる。春の七草の一つ、五行でもあり、形容の若いものを食用にする。母子草の語源は、諸説あるが、有力なものとしては、 形容全体に白く柔らかい毛が密生し、花の看毛も毛状に放け立つことから、別名、放古草と呼ばれ、これを、昔は、ほほけるを、母けると書いたので、当て字で母子草に点火したと言われている。放古草と言われたのは、江戸時代だと言われている。放け草の名は、花が終わった後の綿毛がけば立つ様子から、放ける草に由来する。別説では、幼病を、 母子に見立てて、ほ子になり、転じて、母子草になったという説がある。また、平安時代前期の文徳天皇の自責を記した文徳実録では、この植物は母子と呼ばれたり、母子草と記されているとされ、この草の物語を創作し、母子草の字を当てたとの説もある。母子草は、春の七草の一つに数えられており、有名な四つ辻左大臣の歌で、 五行あるいは、五行と読まれている。古名である五行、五行の語源は、役除けのために五行と呼ばれる人形を川に流した、ひな祭りの古い風習が関係していると考えられている。官名は、ネズミ工事像で、歯に難毛があって、形がネズミの耳に似ていて、黄色い花とその形から工事を連想して名付けたと言われている。日本の地方により、 泡ゴメ、ウサギの耳、宝庫、マータ草、キャーロツリクサ、麹花、持ち草など方言名がある。幼い頃の名称はカラスのお花言葉はいつも思うである。中国からインドシがマレーシア、インドにまで分布する。日本では全国に見られるが、古代、中国、または朝鮮半島から帰化したと言われる。日当たりの良い荒れ地、人里の道端や、 畑、田んぼなどに普通に見られる。二年草で秋に発芽して、冬はヘラ型の白っぽい、根質葉が地面に張り付くように広がって、ロゼットの状態で越冬し、春になると茎を伸ばして草丈15から40センチメートルになる。葉は五星し、ヘラ形から先端が丸いと皮筆心型になる。葉の表は緑色、裏は多くの綿毛に覆われてやや白っぽい。 根室葉は、花の頃にはほぼなくなり、葉と茎には白い綿毛が密生している。母小草全体を包んでいる難毛は、害虫に食べられるのを防ぐためのものであると考えられている。夏季の春から初夏にかけて、茎の先端に、登場果樹の黄色い花が密に集まって多数咲かせる。頭花は、中心が両生下、周辺部は、死生下で球状につく。家系は、 双方で約3ミリメートルある。花が終わると、どうかのタンポポと同じように、実は綿毛をつけて、風に乗せて、種子を飛ばす。ワカメは食用になり、七草として、錠に入れたり、餅に混ぜて、草餅にする。また、薬草として、石止めや巨炭の薬用にも利用できる。春の七草で呼ばれるお行。五行は、養病のロゼットの部分を積んで、 他の具材と共に七草が湯に用いる。また茎が立つ、以前のわか苗を細かく刻んで、もち米の粉に混ぜ込んで、草餅、総団子を作ることができる。花がつき始める頃の総体は、葉の裏側の毛を除いて、軽く茹でて、おひたしにして食べることもできる。かつては三月の節句にわか芽を摘んで、餅に入れて、草餅にして、ぼし餅と呼んで祝いに用いられていた草であった。 元々草餅は香り付けや色付けではなく餅のつなぎとして草が入れられたものでそこで全体に細かな毛が生えていた母子草が用いられ餅に絡まって粘りを出すために役立てられていた母子草を使った母子餅はひな祭りに欠かせないものだったが母と子を打つと綺でつくのは縁起が良くないとして平安時代頃からよもぎに変わったともされているが実際には では国秋田や単語国峰山など、地方によっては19世紀でも草餅の材料として用いられている。餅草がヨモギに変わったのは、江戸時代初期とも言われているが、これには遺説もあり、明治の頃からヨモギを使うようになったとみられるとする説もある。夏季の地上部の形容には、フラボノイドの一種である、ルテオリンモノグルコシド、フィトステロール、硝酸カリ、 カリウム塩などを含んでいる。カリ塩が約1%と多く含むことから、尿の出を良くする、利尿作用、炭の切れを良くする、巨炭作用があると考えられている。カリ塩以外の他の成分も、前期の作用を補助していると考えられている。開花初期に、花がついた前層を採取し細かく裁断して日防止したものには、ネズミコウジソウという生薬名があるが、 伝統的な漢方法材では使わない。民間療法として、風邪や、咳止め、扁桃炎、喉の腫れなどの症状改善に、ネズミコウジソウ追加治療 20g を約 600cc の水で半量になるまでとろびで煮詰めた煎じ汁をうがい薬として用いる用法が知られている。痰が多い咳で服用するときは、ネズミコウジソウ追加治療 5g を 600cc の 水で煎じた汁で3回に分けて分布すると、寒いところで出る咳の場合に良いとされる。また、急性腎炎などで尿の出が悪く、体がむくんだ時に、ネズミ工事層ついた治療 10g を前期に準じた、煎じ汁で1日3回に分けて分布すると、利尿作用でむくみを軽くすると言われている。肺を温める薬草で、肺に熱があり、痰が黄色で、 喉が乾く人には使用禁忌とされる。開花後に白い面状の感毛が見えるものを採取し、苗床に巻かれる。種子は極めて小さいため、土に押し付けて乾水し、落ち着かせる。母子草属は、菊花の属の一つ。世界中に100種ほどが知られ、日本では、母子草、父子草、秋の母子草など5種ほど、それに、若干の新しい菊花種が加わる。 俗の学名、クナファリウムは、難毛に由来するフェルトを意味する。英語名のエバーラスティングは、丈夫ならシャヌノを表す語である。父子草と母子草は姿が似ているが、父子草の花色は、褐色、母子草は黄色であるので区別ができる。なお、薄手に父子草族を、母子草族に含めることもある。やや姿の似た植物には、母子草の名を持つものがある。 代表的なものを以下に挙げる。ありがとうございます。